テイルズ・オブ・ジャイビス実況レパート88やっていきましょう。今回も引き続きサブイベントを回収していきます。これはね、まあね、いつかこの剣をガイが握っている姿を見たいですね。あ、じゃあ次。次はちょっと切ないかもしれないな。結婚間近だったんだよね。これで一旦、バチカルでのサブイベントは、回収できたので、どうしたんだ？何かあったのか？おや皆さん、今ちょっと問題が起きていましてね。まさかまたチーグルが何か？で一体何があったのです？実は畑が荒らされまして。あ、いえ、チーグルじゃありませんよ。別の魔物の仕業です。魔物ですか？でも町に入ってくるなんて。この村は警戒が厳重じゃないですからね。今までも似たようなことはあったんですよ。
魔物って言ってもこの辺の魔物は家畜が凶暴になった程度ですし、何より群れては来なかったですからね。では今回の犯人は群れで荒らしているということですの？それもあるんですが、魔物の種類が今までとは全然違って、崩落の影響で生態系が変化したんじゃないか。そのようですね。今までとは違った種族が作物を狙っているんでしょう。さすがに私らも手に負えないんですよ。マルクト軍は助けてくれないんですか？一緒に落ちてきた軍人さんたちは怪我人が多いからね。それにキムラスカの軍人さんたちとお互いに睨み合っちまってて、なんとか助けてあげられないかしら。そうですね。ただ私たちにもやるべきことがありますから。そうだな。よいしょ。俺たちでなんとかしよう。本当ですか？助かります。やれるだけのことはしてみるよ。魔物の情報は町の人間たちが知っているから一通り聞いておいてください。よし、そうと決まったらちゃっちゃと終わらせよ。うん。高級リンゴ。なるほど。この辺りにいるはずです。よし、じゃあここら辺でおびき寄せるか。ローズさんは帰ってください。あとは俺たちがやります。わかりました。頼みましたよ。さてと、じゃあリンゴを置くぞ。みんな気を抜くなよ。リンゴでおびき寄せられるってことは肉脱食なの？本当に来るかな。話を聞いた限りじゃ間違いないと思うが。この殺気、数が多すぎる。怖いですの。囲まれてしまったようですわね。リンゴだけでここまで殺気立つとはよほど飢えているんですね。ああね、いろいろ生態系とか変わっちゃってるかもしれないしね。いろいろ環境が変わっちゃってるからさ。さてとやりますか。上の今の戦い自分ではイケてたと思うんだけど。無駄な動きが多いわね。なんだ。油断は禁物よ。楽できそうですね。そんな感じだな。明らかにこの辺にすぐないもんじゃないか。力の差が歴然だな。まずいな、さっきより強い。この調子でつケチらしてやる。かわせるか。やばい。軽い軽い。ガイの言う通りでしたわね。
次から次へとキリがありませんわ。不思議と統率が取れているようですね。これは裏がありそうです。ザコが出てくるなよ。モノキとやられるぞ。こんなところか。あばよ、調子に乗らないで。はいはい、軽い軽い。奴らも焦り始めてんじゃん。そうか、マス。うじゃうじゃうぜ。あなたも相当ですけどね。あなたも相当ですけどね。いい感じじゃないか。なかなか言われてんな。任せろってのあばよ。当てすぎんだよ、こいつら。つい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 。爆裂する力よ。エナジーブラスト。お別れですね。余裕だぜ。あら、レベル程よい感じになっちゃったかな。え、でもまだか。レの席51だもんな。さな。ザコが出てくるなよ。調子に乗らないで。瞬時に進化別。力の差が歴然だな。ちょっとずつ強くなってるような気はするけど、そんな変わんないね。あ、よかった。ザコが出てくるなよ。調子に乗らないで。テイクタン、テイクタン。おや、もう抵抗し。終わった。そのようですね。なんなのよ、数多すぎだってば。あれだけ種族の違いがあって群れが成立するなんて意外だわ。ジェイドの旦那じゃないけど気になるな。裏がなきゃいいが。でもこの件は片付いたのですわよね。まあそういうことですね。なら喜びましょう。これで園芸部の皆さんも安心できますし。よかったですな。そうだな。わからないことを心配してても仕方ないし、ローズさんに報告に行こうぜ。皆さん、ご無事で何よりです。うん、数が多くてちょっと手こずったけど、なんとか全部片付けてきたよ。ありがとうございます。それで、これはつまらないものですが、村を救ってくれたお礼にもらってください。微妙に困るやつ。それは私が村長になった記念に息子がくれたものなんです。いつまでも元気で村を守ってほしいって気持ちを込めてくれて。だけどその子もこの前の戦争で。そんなに大事なものいただけません。え
いいんですよ、村を守ってくれた皆さんに持っていてほしいんですよ。ありがとう、ローさん、大事にします。でも私たちが持っていて息子さんは喜んでくれるでしょうか。大丈夫ですよ、あの子だってここの野菜が取れなくなったら商売上がったりなんですから。商売？ええ、前の戦争で怖いってんで戦場から逃げ出しちまってね。今じゃケセドニアで野菜売りをしてますよ。オッケー、よし、じゃあ次行きましょう。お前さんたち、その剣はわしが陛下に献上した剣ではないか。はい、実は訳あって陛下からお借りしています。ところでこの剣には対になっている武器があったとか。うん、我が家の家宝である魔装ブラッドペインだな。今は息子のグレンに譲ったが、あの槍をどうするのだ。なんか惑星不術とかいうすごい不術を使うのにいるらしいぜ。そうか、それならいいが。何か引っかかることでもあるんですか。以前対の武器を使ってマルクトを荒らしていたフォニマーを封じたことがあるのだ。お、封じたってことは倒せなかったんですか。元帥が最後に前線に立たれたフォニマー連続死傷事件の犯人ですね。うん、まるで魔物だったよ。たった一人のフォニマーに一個中隊が壊滅だからな。無論小規模編成ではあったが、しかし一個中隊が壊滅とはまさに鬼神だな。それで封じるしかなかったのですわね。でどこに封じたんだ。バカ者、機密事項じゃ。誰かが封印を解放したらどうなる。まあとにかく危険な武器じゃから扱いには気をつけるんじゃぞ。うん、いやもうそろそろレベルアップだな。ブラッドペインだと。はい、できればお借りしたいんですけど。そうか、ちょうどいい。実は貴殿らに頼みというのは何ですか。実は先日父が飼っていたブウサギが散歩中に逃げ出してしまってな。まさかそれを探せってのか。うん、あのブウサギは陛下に献上した聖剣ロストセレスティの代わりにいただいたものなのだ。幸い父にはまだバレていないが。ありゃ、またブウサギかよ。この町のどこかにいますのね。それが町の外に出て行ってしまって、しかも魔物の血が目覚めてしまったらしくて町に近づいてこない。けー、外を探せっての。
さよう。ブウサギの名前はアウグスト。赤いリボンをつけているから外を歩いていてもすぐにわかるだろう。意外に行動範囲が広いのであちこちくまなく探してみてくれ。頼んだぞ。やれやれだぜ。いや、お前探せ。お前が逃がしちまったんだ。これ見つけたら見つけたで、結局グレンがじいさんにどやされてるところを見れそうだな。はい、いるじゃねえか。それでブラッドペインを貸してくれな。もちろんだ。それとアウグストのことは父上には内密にな。よかった。なんだ、ちょっとつまんねえな。でブラッドペインに言うんですね。うん、見た目はいいんだよな。結構シンフォニアの時はこの魔装備シリーズはあれな見た目してたけども、なるほど。うん、まあじっくり探していこう。はい、ドセントビナーもこれで回収完了。次ケセドニアだけど、ケセドニアの方がちょっとうまくいくか自信ねえな。あんまり利用しなかったからな。これ仕組みがめんどくさくてね、あそこね。ケセドニア。前から全部預けよう。じゃあ大投資でいきますか。
いんだけどな。できねえか。ここに預けてたらやっぱダメだな。裏作業でまたこの辺は土台集めてやるしかないかな。結構後の方まで、あ、お、動いた動いた。うん、よかった、できたできた。実際は？確かこれがあるといいことあったような気がするんだ。ガルド化石のテクニックで。なんか安く買えるとかそんな感じだったので、結局あんまり、あれはこれ大したも作れねえ。はい、でこれで一応ケセドニアのサブイベント開始も OK と。ただ今回はここら辺で本気にしていきましょう。またね、次もあのサブイベントの開始になるんですけれども、ゆっくりやらせてください。ちょっとミニゲーム系はね、あの一旦あの今はやらないでおくので、期間限定だったりするのとか、や早めにやっといた方がいいですとかはね、先にやっておきたいと思います。はい、ではテイルズ・オブ・シェアビス実況プレイのパート88、最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てるなー。